宮古海峡は、沖縄県の宮古島と沖縄本島との間にあって、東、シナ海と太平洋を隔てる日本最大級の海峡である。おおむねの距離で、先島諸島与那国島台湾間は1 0 0トル程度を、韓国と日本の間でも博多富山は2 0 0トル程度を、津島を挟めば6 0トル程度しかないのに対し、 宮古海峡は次の通り200の2 6 0トルの距離がある。沖縄本島と宮古島本島の間は最短でも、紀安岬東辺並岬間で約2 6 6トルの距離がある。沖縄諸島から宮古諸島の間は、宮古島北東の筆岩から、久米島南のトンバーラー岩が最強区間となり、約2 0 4トルである。 沖縄本島と宮古島本島との間で、小島、岩礁のない有効推進海域は最も広い場所で、木安岬パナリカン狭の約 265km で、ある。これらの海峡のうち、約48海里が、日本の領海と接続水域、残りは、公海となるが、領海外の全域は、排他的経済水域となる。公海部分が十分に広いため、 国際海峡などの問題は生じない。宮古海峡の定期旅客航路は2018年6月までに全廃され、2020年現在存在しない。よって、沖縄本島や日本本土との間の旅客輸送はすべて空輸である。貨物便は、宮古島などと沖縄本島、日本本土間に就航している。また、沖縄諸島、先島諸島ともに、 本島からの離島が多く、沖縄本島から見た二次離島も存在する。中華人民共和国による太平洋への進出や、それに対する牽制で重要なチョークポイントの一つである。いわゆる第一列島線を構成する島々の間では最も距離が長い。しばしば、中国海軍の艦艇が海峡内の排他的経済水域を通過したり、その上空を 中国人民解放軍機が飛行したりしている。これに対して日本は海上自衛隊の艦艇が監視したり、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進したりして対応しており、日本の安全保障上の懸念材料になっている。日本の防衛省によると、宮古海峡上空を中国軍機が初めて通過したのは2013年7月。その後の通過件数は、 2013年度は10件、2014年度は14件、2015年度は10件、2016年度は18件。2017年度は4月から12月だけで過去最多の32件に上ったと発表した。2016年12月25日、中国発の空母、両寧を中心とした艦隊が同日午前10時ご宮古海峡を通過した。 空母と共に航行したフリーゲート艦から、懲戒ヘリコプターが発艦し、宮古島上空の領空まで約1 0キロメートルの地点まで接近し、航空自衛隊の航空機が緊急発進した。沖縄本島異星の国防の空白解消に向け、防衛省は、宮古島への陸上自衛隊警備部隊と、死体空、地対艦ミサイルの配備に向け、拠点となる、 駐屯地の建設を開始した。ありがとうございます。